まあね。葉月、今日喫茶アルカードに来る予定ある？いらっしゃいませ。葉月、こっち。悪かったな、急に待ち合わせなんかさせて。いや、ちょっと学校じゃ言いづらかったから。あんた最近変わったよな。それは。わかった、言いますって。もう理想のタイプ。ああ悪い、立ち話してないでさ。ほらここ座りなって。おい、来週の休みの日に。葉月、ちょっと質問。
うん、けどお前もそうじゃん。なんどうした、なんかしたか俺。うん、いいな、お前はやっぱりこっち系がいい。ああ、文句のつけどころなし、満点だ。その色よく見るよな。はや、どこもゆっくりできそうだな。海底に向けて出発だな。ん？いいぜ、持たれても。今日のお前の服光るんだな。うん、これなら暗くてもはぐれない。骨がないらしい。それでブヨブヨしてるのが多いんだな。確かに不機嫌なおじさんって感じだな。ん？変な気起こしたらどうするつもりだよ。俺たち、やっ、リア、入学式の日はタイミング逃したけど、昔はこうだったよな。だからさ、俺たちにはこっちの方が普通だろ。だよな、な、バレた。マジでこのまま。な、まだ時間大丈夫か？なら、ちょっと寄り道だ。ん？どうした？そばかな？こっ、今す、どうした？早く返さなきゃって頭では分かってる。リア、先に教室は出たけど、ここで待ってた。たまにはいいだろ。違うクラスだった場合のシミュレーションで。うん、行こう。明日もここで声かけるかな。俺もいろいろ聞いた。変なのばっかりだったぜ。地下に御影先生の隠し農場があるとか、人工工型の野菜工場で来たるべき時に備えているんだとか。さあ、文化祭とかじゃないのか。ダチョウ牧場ってのもあったな。そう、御影先生がダチョウのヒナをこっそり飼ってて、それが異常繁殖してるって噂。そこかよ。Thank you.
らっしゃい。ベースのチョコを選びましょう。トッピングスタート。彼の好みをよーく考えてね。完成！とっても美味しそう。鮮やか。お、リアちゃん、期待してええんやろうか。やったー。実はな、超期待しとってん。あ、ほんまの手作りチョコや。俺のことを考えてくれたんやな。心がこもっとる。俺だけな？ほんまに？おおきに、一生大事にするわ。そうやな。けどもったいなくて食べられへん。どうしよう。ようやっと終わったな、お受験。そうやね、春からは毎日君と一緒におられるんやろうなちゅうところ。合格は確実やけど、後でお互いの点数見せ合いっこしよう。俺な、今度こそ一番になれたと思うよ。あとは
君の一番になれたら。俺の人生で初めてのほんまの一等賞や。あか、こんなん告白やんか。ほんまの最後は卒業式やから。それわかる。お、どうした？もう行こう行こう。今日はバイクじゃないんだ。そんな喜んでくれんなら、もうバイクで来るのやめっかな。そうだな、お前らと過ごした3年間は本当に楽しかったよ。こらこら、まだ早えよ。もう少しだけ残りの高校生活楽しもうぜな。先生から一つ忠告。できなかったことたくさんあると思うけどさ、それを引きずる必要ないぞ。できなかったことよりできたことを思い出して生きてけよ。小さいことでもいいんだ。例えば3年間同じ担任でも我慢できたなとか、ガキみたいな担任と学校行事だけは楽しくできたなとか。さすが俺の自慢の真面目ちゃんだ。話が早い。できたことを大切にして人生で何度も思い出せばいい。そしたら妙な後悔にとらわれることもなく、ずっと前に進んでいける。卒業前にいいこと言っちまった。本番で同じこと言っても初見の感じで頼んだぞ。校長先生、ありがとうございました。
扉開いてもうた。これって、それは、ちょ待って、本番はあっちや。お待たせ。この灯台はな、羽ヶ崎学園の伝説の告白スポットなんや。堪忍な、ほんまは幅学の教会の方が良かったのかもしれへん。けど決めてたんや、ここで君に告白するって。リアちゃん、君に会うまではなんや上手に世渡りして何でもかんでもうまくできてると思ってた。実際悩みもなかったし、勉強もスポーツも上出来やったしな。けど君と幅学の刺激をちょいちょい受けてくうちに、なんかが物足りんくなって、あの秋ボタルを見た日、このままやあかんってことに気がついたんや。俺完璧を求めてるふりして、ほんまのところは自己満足しとっただけやった。そんな半端な男のまんま高校生活を終わらせとうない。君に認めてもらうんやって。君のこと出会った時から好きやったけど、中途半端な男のまんま君に告白なんかしとうなかったんや。そやから君と並べるようにもっと立派な男になろう思って磨き上げてきたつもりや。俺と付き合うてください。好き？俺も君のことほんまに大好きやで。よし、伝説叶えたで。扉二つ分開けただけあるわ。そうや、両方の学校から祝福されて前代未聞やない？なあ、大学行ったら今度こそずっと一緒にいような。初心者彼氏やけどよろしゅう。いや、ずっと大切にするから。
がどんな日より懐かしく見えるんだ。そっと握りしめたその小さな手のぬくもりがまだ残ってるから、近くにいれば触れればいい、離れた時は目を閉じれば僕らの想いはそこで引き合って、何度も奇跡が起こったんだ。君と二人歩いて行ける、10年後も100年経ってもこの愛を誓うよ。キスをしたり喧嘩したりさ、ずっとずっと大切にするよ。約束するときめきをいつまでも君へ送るよ。どこかへ行こう、雨降る日には話をしよう。お互いのかけらが二つ重なって、新しい思い出が生まれたんだ。君と二人歩いて行こう、今日の僕もこれからの僕も君だけを見てるよ。笑って泣いて同じ日々はない、どんな君も特別な君さ。約束するときめきは変わらずに輝いてるよ。君と二人歩いて行ける、10年後も100年経ってもこの愛を誓うよ。キスをしたり喧嘩したりさ、ずっとずっと大切にするよ。約束する世界中の誰よりもときめきをいつまでも、ときめきをいつまでも君へ送るよ。満ち足りるってこういうんやろな。俺な、一人の女の子をこんなに好きになったんは初めてや。兄ちゃんと姉ちゃんを好きってのとは全然違う。なんて言うんやろ、君を思うだけで全部が幸せに思えるいうか。あ、まさかこれが愛してるって気持ちやないか。ふん、俺はめっちゃ君のことを愛してるんやね。